皆さんこんにちは。ちょっとご無沙汰、してたんですけど、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、僕の YouTube を、のね、チャンネルをね、登録、してくれてる方々がね、5000人を超えて、ね、ありがとうございます、マジで。こんなね、ニッチなチャンネルなんですけど、あ、5000人くんかと思ってね、すごい嬉しいんで、今日はちょっとね、あんま普段ね、企画とかやんないんですけど、ちょっと前からやってみたいことがあって。というのも、今年のね、正月に、芸能人、格付けチェックってね、番組あるじゃないですか。で、あれで、僕ね、もう10年ぐらい、あれ、なんかテレビ越しでも、もう外したことなかったんですよ。バイオリンのね、なんかその、十何億のストラディバリウスと、100万のなんか、バイオ、100万めっちゃ高いんですけど、エレキベースとかから比べると。まあ、それで比べて、あ、もう明らかにこっちだって、ね、もう、いえ、もう、これ外したら俺音楽やめるわ、みたいなことね、言って、全部ね、当ててたんですよ。音楽に関してはね。でも、今年、もう自信満々げに、ビーってね、もう俺絶対これ間違ったら、音楽やめるぐらいの、ね、勢いでも、今年はすごい自信持って、ビーって言ったら、ズコーン見事に外して、もうスタジオの芸能人の方々もみんな外してて、なんか間違いじゃないっていう風に今でも思ってるんですけど、で、俺それで初めて外したんで、ちょっとね、すごい悔しかったんですけど、まあ音楽はやめてないんですけどね。まあそんな感じで今日は、ちょっとね、エレキベースの、格付けチェック、150万のね、まあ時価150万のベースと、5万円の、定価5万円のね、ベースを、ちょっとね、僕が弾いて、まあ、それをね、皆さん聞いてもらって、どっちが、いわゆるヴィンテージのね、その、高い方のベースの音なのかっていうのをね、ちょっと当ててもらいたくて。でね、まあ、普段、僕のチャンネル見て、くださってる方々は、割とね、こう、プレイヤーとかね、音楽やってる、ね、方、ベーシストが特に多いと思うんですけど、まあ、今回はね、ちょっと一般の、ちゃんと一般の人にもね、ちょっと楽しんでもらえるような、な企画だと思うんで、まあ、ぜひね、最後まで、ね、よろしくお願いします。この2本で今日はね、やろうと思ってます。1本は、ヴィンテージで、1本は、新品の日本製のね、いわゆるレプリカなんですけど、まあ、見た目ね、一緒ですよね。ボロいだけでこっちが。ね、音はね、どんな感じで違うのか、ね、ちょっとね、楽しんでもらえたらいいなと思うんですけど、で、まあ、もう、ね、ヴィンテージ持ってる、ヴィンテージギターとかね、ヴィンテージベースをね、こう、所有してる方はね、これ外したらね、もう売っちまった方がいいんじゃないかっていうぐらいのね、もう勢いなんですけども、一流から二流にね、下がるぐらいの、ぐらいの感じで、ちょっとね、もう耳に全神経をね、あれして、やってみてほしいんですけど、で、あれですよね、ベースって結構、スマートフォンとか、パソコンからの、そのスピーカーからだともう聞こえないんで、ぜひね、こうイヤホンとかヘッドホンをしてもらって、聞いて、もらえればなと、思ってます。はい。じゃあそんな感じで、じゃあベースの方をね、今日ね、用意したベースの方をね、ちょっと紹介してみようかなと思うんで、ね、ぜひよろしくお願いします。はい。じゃあね、本日、用意した、2本のベースを紹介します。1本目は、ヴィンテージベースで、これ1960年に作られた、フェンダーのプレシジョンベースです。もうめちゃくちゃ渋いでしょ。もともとね、赤があったんですけど、3トーン3バーストだったんですけどね、こう経年変化で赤がなくなっちゃって、こう2トーンな、ね、感じになってます。ちょっと見ていきましょう。この指板が、ブラジリアンローズウッドって言って、まあ、当時結構家具とかにね使われてたようなこう高級木材が、使われてます。スラブボードで、結構厚めに貼られてる感じで、これまだパテントナンバーがね入ってない頃のやつです。はい、裏もうほんと塗装もかなり引き込まれて剥がれてる感じで、もうボロボロっすね、裏とかも。でボディはまあ諸説あるんですけど、まあアルダーがメインだと思うんですけど、この頃のフェンダーって。中にはなんかこう、アメリカンバスウッドがね、使われた個体が、割と混在してるようで、これもしかしたらバスウッドなんじゃないかなって、個人的にね、思ってるんですけど、まあでもなんかこう、いずれにせよ、もうめちゃくちゃ
音が太くてすごく敏感に反応してくれる、もうザ・ヴィンテージの、いい音ですね。これはまあね、やっぱ結構高かったんですけどね、時価150万ということで、まあでもストラディバリウスに比べると随分なんかね、こう安く感じるんで、ちょっとその辺自分を麻痺させて、気合を入れて手に入れた一本です。はい、では2本目、こちら、フェンダージャパンの、まあ、1989年だったかな、こう80年代後半に作られた、フェンダージャパンのプレシジョンベースなんですけど、まあ、いわゆる、レプリカになるのかな、こうさっきのねヴィンテージのフェンダー USA のレプリカのプレシジョンベースなんですけど、まあめちゃくちゃ完成度が高くて、まあ知らない人が見たらさっきのがボロくてこっちが綺麗っていうだけで、なんかこう見た目あんまり違いが分かんないと思うんですけど、不次元がね作ってた時期と言われてる頃のフェンダージャパンで、すごく木材もね、もうさっきのと一緒じゃんっていうぐらいいい感じの木材が使われてて、スラブボードで、こういう風にロゴもね一緒で、これ50っていうのは、当時これ定価5万円だったんですよね。で、型番が、まあ50っていう型番だったようなんですけど、まあ定価も5万円だったっていう、めちゃくちゃ安い。で、すごい綺麗なんですけど、これ塗装がポリウレタンで、さっきの、本家のフェンダー USA は、ニトロセルロースラッカーですごく薄いんですけど、こちらはポリウレタンで割と分厚くて、ピカピカな状態が保たれてるっていう。まあなんか日本とかって結構湿気とかも四季があるから、ポリウレタンの方が割とね状態はやっぱよく残る感じなんですかね。まあ音はねこれめちゃくちゃいいですよ。僕もかなりこれいろいろ試して手に入れた音が良かったやつの一本で、まあ皆さんね違いがわかるかなっていう感じですけど、この辺でね行ってみようと思います。はいはい、じゃあそんなわけで、ね、早速ね、引っ張ってもねしょうがないんで、やっていこうかなと思います。じゃあ、ね、準備いいですかね。ヘッドホン、イヤホンの準備は。じゃあね、まずは、A からいってみます。聞いてください。
そんな感じの2つのね、音をね、聞いてもらったんですけど、どうですかね、わかりますかね。まあちょっともう一回ちょっと短めでね、A と B をね、もう一回流そうかなと思うんで、聞いてみてください。じゃあ、どうぞ。はい、じゃあ聞いてもらいました。もう分かった人はもうすぐ分かったかもしれないし、分かんない人はほんと両方同じじゃんみたいなね、感じかもしれませんけど、僕は、分かります。もうね、弾いてたらすぐ分かるんですよこれ。聞くとね、もしかしたらね一緒じゃねえと思うかもしれないですけど、弾いてたらね明らかに違います。はい、じゃあね、答えの方を、言おうかなと思ってますんで、ドキドキしますね。じゃあ、本物の、フェンダー USA の、ヴィンテージベースの、音は、正解は、B です。 B が、ヴィンテージベースの、ね、音なんですけど、どうですか違いは。一緒じゃねって感じでしたね。うん、まあ本当に、もうヴィンテージのことを、知ってる方はもうすぐ分かったかもしれないですし、まあね、でもね、両方いい音なんですよ。僕ね、フェンダー、まあそのフェンダージャパン、まあ A の方がフェンダージャパンなんですけど、フェンダージャパンをね、援護するわけじゃないんですけど、まあ僕、もともとやっぱフェンダージャパンで、もうフェンダーにハマったタイプで、フェンダージャパンのね、完成度が高すぎて、まあ初めてヴィンテージ弾いた時も、なんかそんな変わんねえなみたいな、なんかこう、なんていうか値段差ほどないなとかね、すごい思ったんですけど、とにかくフェンダージャパンっていうのはすごくクオリティが高くてね、世界的にもフェンダージャパンのファンめちゃくちゃいると思うんですけど、まあ、本家との違いはやっぱあるんですよ。なんかこう、まあ、僕はね、あえて今回オケを使って撮ったんですけども、単体だとね、明らかに違うんで、もう圧倒的にすぐわかるぐらい音圧が違うんで、今回ね、オケを使ってやって、ただ、まあ、プリアンプとかそういうね、音に関してはね、いじらずに、ちょっとコンプかけたぐらいで、全く同じ状態で、全く同じダダリオのね、ラウンド弦を、同じ新品を貼って撮ってるんで、それにしては、割と、やっぱ、いい線いってると思うんですよね、フェンダージャパン。5万なんですけど、そう。ただ一つだけすごい違いがあって、まあ、今回ヴィンテージベースって僕ピックアップの高さす、もう、このヴィンテージベースってほんとピックアップに結構ね、弦に近づければ近づけるほど、すごい、なんていうの、暴れるというか、めちゃくちゃタッチがシビアで、なるんで、結構ね、低めなんですよ、僕普段から。で、それでも、音がでかくて、めちゃくちゃパワーあるんですよ。低くてもね。で、フェンダージャパンの方は、そのぐらい低くすると、やっぱ音がね、すごく頼りなくて、だから今回ピックアップはね、かなり、ヴィンテージに比べて高くしてます。だから、ヴィンテージの方がね、パワーね、すごいあるんですよ。で、これ、伝送系全部、もうオリジナルで日本製のね、やつがそのまま、ついてるんで、まあ、もしかしたらこれをね、USA 製とかにこう変えると、もっとね、近づくかもしれないんですけど、今回違いっていうのはもう本当にピックアップの高さ、ヴィンテージはすごく低くて、フェンダージャパンのはかなり高くして原因を合わせたみたいな、その違いがありますね。こう、うん、まああとね、弾いてたらもう
明らかに違うんですよね。なんかこう、なんだろう、ヴィンテージはなんかこう、こうボディとネック全体がこう鳴って、こうなんかこう、体通って音出てるような感じがするんですけど、フェンダージャパンの方は、割とこう、弦が鳴ってる感じがして、弦を変えるとすごく、フェンダージャパンの方サウンド変わるんですけど、ヴィンテージベースはなんか弦変えようが、割ともうその本体のなんか音がするような、感じが、する感じなのかなと思います。ただそこにね、150万と5万の差をこうどう感じるかっていうのなんですけど、まあ、僕もちょっと今回ね、すげえやりたかった企画で、なんか自分で音取って、聞いてやって、面白いなとかね、思いながら、こう、特にね、桶に混じった、音だったんで、すごくね、単体だとね、家でね、弾きゃもう明らかに音違うんですけど、桶に混じったらどんぐらい、どんな感じで違うのかな、みたいな感じができたんで、皆さんね、どうだったでしょうか？楽しめてもらえてたら幸いです。まあ、そんな感じで、またね、これからもね、マイペースに、ちょっとね、やりたいなと思ったことは、まあ、動画にしたりして、なんかこう、ちょっとマニアックなことをね、どんどんやっていけたらいいなと思うので、引き続きね、よろしくお願いします。まあ、チャンネル登録ね、まだしてない方はね、ぜひ、これを機に登録してもらって、まあ、5000人いったならね、ちょっと1万人ぐらいね、いけんじゃないかなと思ってるんで、頑張ろうかなと思ってますんで、引き続きよろしくお願いします。では、そんな感じで、今日もね、最後まで見ていただき、ありがとうございました。じゃあ、またね。